タデウシュカスプシツキタデウシュアダムカスプシツキは、ポーランドの軍人。少々。ワルシャワ出身。1910年から1912年まで、ソルボンヌ。1912年から1914年まで、ジュネーブ大学で学ぶ。1913年から、従兵同盟員第一次世界大戦時。1914年8月6日。 ユゼフ・ピュース付きのポーランド軍団に入隊し、中隊長、後に第一旅団参謀部の作戦将校となった。1915年9月、ポーランド軍事組織ワルシャワ支部、後にルブリン支部を率いた。1918年からポーランド軍に入隊し、同年11月からピュース付きの副官となる。ワルシャワの高等軍事学校、1921年に、 フランスの高等軍事学校を卒業した。1922年3月から最高軍事会議第3局計画課長、後に局長。1927年7月から参謀本部第3課長。その後、ビリノの第19不評師団を指揮。1931年7月から国防第一次官1935年10月、国防省に任命。 1939年4月、ポーランド・フランス軍事協定に署名し、戦時のフランスの全面支援を取り付けた。ドイツ軍のポーランド侵攻後、ルーマニアに逃れ、現地当局により抑留された。1945年に解放され、カナダに移民。モントリオールで死去。ありがとうございます。